きなショー Vlog、 パパからママへの誕生日プレゼント、お花がたくさん来てました。 TV からも来てたよ。チケットを交換してお土産ももらったよ。座席を選んだので、1テーブル1人から8人くらい。気になるお土産は小さい箱に入ってて、何かなって思ったらアクセサリーケースでした。小物を入れるところとピアスケース、指輪ケースがついてたよ。ショーの前は自由にステージを見ることができて、みんな撮影してたよ。マッチが飲むシャンパンも。18時からはショーに間に合うように料理が出てきたよ。思ったよりもゆっくり出てきて満足できたよ。めっちゃ美味しかったです。ショーが終わったらお見送りしてくれたよ。あっという間だったけど、ママが喜んでてよかった。帰りはパパの迎え。